かな。まあまあな。マットちょっとちゃんとやって座ってくれる？でかい。何リッターでしたっけ？82かな。でかい。ミステリーランチの一番、ミステリーランチといえばですよね。あ、そう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 。ミステリーランチ創設者、デーナ・グリーソンさん、一番最初にやっていたデーナデザインから存在しているもう非常にアイコニックなモデル、はい、ミステリーランチのテラプレーン、テラプレーン、ついに導入いたしました。しましたね。って言ってももう導入してから結構時間経つんやけど、はい、その買ってすぐのレビューなんかに価値はないかなと思うんで、まあまあそれなりに使い込んでから今回レビュー動画を撮らせていただいてます。結論から申し上げます。はい、やっぱ、はい、これやわ。あ、やっぱこれやわってなるんすね。やっぱこれやわ。師匠が使ってるグレーシャーとほぼ基本構造は同じで、はい、ちょっと違う、細部違うところがあるぐらいの話なんですけど、ええ、スイフト持ってるじゃないですか。持てますね。グレーシャーあるじゃないですか、はい、どっちがいい？グレーシャーやんな、はい、やっぱ俺もテラフレーム持っててこれ持ってるけど、やっぱこっちやねん。なる。あの大容量のバックパック欲しいっていう人は絶対これを検討の比較候補に入れるべきかなと思います。ドルフのブートキャンプ。僕その日本人にしては比較的ごつい体を持ってる人ですけど、こんな感じのサイズ感です。これ、まあ、迫力あるよね。まあ容量としては82リッター。はい。まあ現代においてはね、そのなかなか80リッターまで使う人っていうのも少ないかもしれないんですけど、私たち基本装備の軽量化と小型コンパクト化よりも重要視してるのがその頑丈さとか。そうですね、うん、快適さとかそういうとこを重要視してるんで、そういう人にとっては結構82リッターとかあると便利な使い方もできると、あと外付けが嫌。危ないですよ外付け。その外付けせずに物を安全に中で運ぼうと思ったら、やっぱ容量って結構必要になることが多くて、はい、使ってます。あと気になるのが重量、バックパック自体の重量、はい、テラプレーン交渉重量が 3.1キロ、はい、ザック単体で、うん、でネット上にはその 3.1 キロなんか絶対超えると、もろもろそのトップリッドとかハーネスとか外してやっと3キロぐらいなんちゃうんみたいな意見とか見たりするんですけど、はい、僕のは全部ついた状態で 3.3 やったですね。うん、それでも 200g の差って気にする人は気にするんかもしれないですけど、はい、大体交渉重量通りの 3.3 キロちょっとぐらいの重量、うんうんうん、僕はあんまり気にしてないです。というか、まあ、その軽さ求める人ってそもそもミステリーランチ必要ない人たちだと思うんで、はい、何をもって軽いとしてるのか、うん、何をもって重たいとしてるのかっていう、うんうんうん、基準って何なんですかって僕思うんですよ。あ、でもし、はいはい、ザックの重量の標準がランドセルだったら、うん、これは重いんですか軽いんですかって言われたら別にあんま変わらんと思うんですよ。ああ、そうやな、はい、うちのソラちゃん、はい、今ランドセル背負い始めたけどあれ重いでしょ。まあでもそうやな、まだ誕生日来てないから6歳の子が背負える重量やからな。あれに教科書パンパン入れて毎日歩いてんやからな。でしょ。うんうんうん、うん、で、まあ、標準がまあ210ディニールの底、うんうん、80ディニールから100ディニールないかぐらいの表地っていうのが、うんうん、まあ、標準だったらそれでいいと思うんですけど、うんうん、僕らにとっての標準がこれなんで。そうですよね、はい。でまあ、ちらっと話題に出たんですけど、これ、はい、ミステリーランチの中でも最近はちょっと軽量性にステータス振ったようなモデルがありますけども、はい、これはもうそのアウトドアのカテゴリーの中でもエクスペディションライン、要は長期にわたってウィルダネス環境で活動するような人たちが使うのを主としてる、はい、ラインで、もう完全に昔ながらのミステリーランチと同じ考え方、頑丈壊れない、それに対してステータスを思いっきり振ってるモデルなので、表生地がライトプラスコーデュラの500、1.5 倍から 1.6 倍ぐらい頑丈な生地が使われてます、うん、私のもう一個持ってるテラフレームの65、あれがライトプラスコーデュラの330デニールかな、はい、を使って
実質今までのコーデュラ500と同じぐらいの強度ですっていう考え方をしてて、僕はそれに対して憤ってたんですけどはい、憤ってましたね、あれ、うん、ライトプラスコーデュラの500使いはげーって言って、はい、怒ってたんですけど、これに関してはライトプラスコーデュラの500なんで、今まで あのミステリーランジュのモデルよりも、生地自体で言えば頑丈なものが使われています。はい、はい、ちょっと前からですかね、ミステリーランジュが新たに使い始めたこのアストラルフレーム、あー、はい、でこの部分のフレームなんですけど、この重量感でミステリーランジュのイメージしてた今までの硬さよりはちょっとか、あの柔らかいと思う。柔らかいって言うとあれやけど、はい、このあそのツイストについてくる感じの感覚があって、今まではもっとなんかバーンとしてたのがちょっと しなるというかついてくる感覚がある。今までの過去のモデルと変わったのが、はい、ハーネスが短い。あーほんまやな、長すぎない、長すぎないですね、うん、なんかすぎないですね。これが、T100 がなくなっちゃったので、もう今テラプレーンだけなんですけども、はい、このよなんすかなんすか、何が始まるんですか、ね、ここ、はい、サイドポケット、はい、これが本体と同じライトプラスコーデラ500でできてる。あーそれはあいつも一緒です。今のねグレーシャーここ違うね、伸び伸びるライクラなってんねや。ライクラやねん。いやいやだから俺その意味で今回そのグレーシャーが候補に入らへんかって、サイドがこの本体と同じ頑丈な生地使われてるっていうのがやっぱ僕はすごい重要視してて、あそれは嫌や、嫌やろ、はい、ここ破けてるの多いから、はい、上村直美冒険館いた時、上村直美の使ってたキスリング、ここズタズタやったからね。ズタズタでしたね、うん、で実際ここにあの今トレッキングポールと傘を入れてます。ライクラやったら突き破るのがどうしても怖いんですよ。だからもう絶対ここは僕その本体と共布のがいいっていうのがあってテラプレーンを選んだっていうのもあります。これはもう今あのエクスペディションラインでもこのテラプレーンだけやからね。いやでしょう。っていうかあのライクラやったら、うん、ピチャーってこう閉まるからなんか物入れにくくないですか。あれな俺もそうやねん、あれ嫌いやねん。ちょっとスペースがあるのが結構大事で、これってその生地自体がモコってしてるのをこの口のゴムで押さえつけるような構造にしてあるんで、中の空間自体は広いんですよ。広い。だからこれ結構物入れやすいし、いろんな物入れれるし、はい、大容量なんですよね。これもそうやと思いますけど、うん、500cc のペットボトル2本普通にさせるんで、させるさせる、そういう意味でもこのサイドポケットって非常に使いやすくて、はい、いいと思います。二重生地の底、これはもうミステリーランチのまともなザック、アウトドア系のザックはみんなそうですけど、この部分が、二重生地、はい、二重になってますね、うん、内側と外側の二重になってて、はい、外側の方が若干直径が広くて、あの引っ張られるような力のかからない構造の二重底の生地になってます。はい、で次、ウエストベルトにはあのいわゆるウェビングがついてて、はい、モール対応の私このポーチをつけてます、はい、前と後ろとどっちにもそのモールのウェビングがついてて、はい、まあ、こんな感じですね。いやあの僕持ってる旧式のグレーシャーここないっす。そうなんよね、はい、今のはこっちついてるけど昔ここだけやって、ここだけですね、昔のタイプのグレーシャーにはこんな感じであの後ろにはついてなくて前だけのウェビングやったのが、今は前と後ろと3個3個で付けれるようになってて、もうここで完結させるぐらい大きいポーチが付けれるから結構これ便利かなと思ってます。これはあのまあミステリーランチの共通したあのミステリーランチの以前の紹介動画とで紹介させてもらったこととちょっと被るんですけど、はい、大事な部分の縫い目を表に出さない作りとかは踏襲されてるのと、はい、あとまあスピードジップポケットですよね。この直線的に開く構造のジッパーで、シュラフをここに押し込んで締めて、はい、ここを折り込んでパチンと留めてっていうことがあのやりやすいっていうのかつあの曲線のジッパーだとどうしてもジッパー自体に変なテンションがかかったりとかしてジッパー自体にあんまりその良くないんですよ。実際そこが壊れてるバックパックとかも過去に見たことがあったりするので、この直線的に締めれて開けれて折り返して固定しておくっていうこの構造って非常にその理にかなってると思ってて、
これがすごいおすすめです。ジッパーが壊れても、うん、ここで閉じれるし、閉じれるこっちからも閉じれるんで、はいはい、そうですよね、うんうん。安心感は強いですよね。はい、次。んで、ここの、その下って、ミステリーランチとしては、もうメーカー公式にそのシュラフを入れるときに圧縮しやすい、中にその締め付けるベルトとかがついてたりとかして、うん、シュラフ入れるときにやりやすいですよ、みたいなことをアナウンスしてるんですけど、はい、実際ここってシュラフ入れる人とあとテント入れる人もいると思うんですよね。あ、まあそうですね、うん、で僕も師匠もこれは僕師匠に教えてもらって真似してるんですけど、ここはそのシュラフを入れてザック自体の重さとかこけた時の負担とかっていうのをシュラフで吸収させようっていう考え方をしてるんです。なので柔らかくてふかふかでそのギュッとしといたら密度があってしっかりしてるっていうシュラフをここに入れる。まあミステリーランチも公式にそう言ってるから多分それがいいんかなと思うんですけど、それをするのにこの、はい、すいませんちょっと手上げるのはドイツ式でやらせてもらってますけど、はい、やっぱ硬いものそこに置いてたら、うんうん、置いた時ゴンって言います。ああね、あれすっごい良くないです。失礼しました。はい、ここですね、トルピードポケット、はい、これが、もうほんまに使いやすい最強。うわ最高。これ今こっち側に入れてるのが、このサイズのバックパックに使えるレインカバー、うん、ストームクルーザーの上下が無理なく入ってます。それぐらいの容量です。でそれが右と左あるので頻繁に出し入れするものとか小物とかっていうのをここ使って結構入れれるんですよ。トルピードポケットに慣れたらトルピードポケットないって時点で相当マイナスやんな。バックパックとしてあれきた。はいどうぞ。はいはい、ちょっとサイズ感をグレーシャーと一緒かどうか見ていいですか、うん、あどうぞ。あここは一緒っすね。トルピードポケットって、はい、そのザックに対してトルピードポケットがこうなんていうんですかね、マチが完全にこうモコッと作られてる状態で布が取り付けられてるんですけど、それによってこの中がパンパンになってもポケット自体の容量が確保できるっていう構造なんですけど、このマチの取り方が以前のトルピードポケットと違うんですよ。ちょっと横並べてもらっていいですか。マジっすか。以前のものっていやほんま細かいことっすよ、はい、ここに縫い目あるでしょ。あ、はい、ここありますね。今ないんですよ。あ、ほんまや。あ、で、ここにあるんや。そう、横に作ってて、はい、昔のんは、こういう大きい生地で、はい、そこをポコッとつける生地やったのが、はい、今はこういう大きい生地で、横につけるっていう構造に変わってて、ほんまやな。ここの部分って、ここ。おそらくパンパンに入れて、重いのが乗ったら、ステッチに負荷かかりすぎるんですよ、うん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 、今のはだからその負荷を吸収させてあんまり力かかれへん横向きの方にステッチを作るように多分変えたんだと思う。わーちゃうな。だから、はい、微妙にやっぱその同じこれ基本的にグレーシャーとテラプレーンって兄弟モデルで、そうっすね、基本的な構造は同じなんですけど昔のモデルと比較するとやっぱちょっとこういう更新はされてて、お今師匠がチェックしてるこのジッパーですね。あ、もう一個違うの見っけだ。何？ここの横のフラップが二重なんですよ。9は。ああああああ。これ一重じゃん。あ、ほんまや。いや一重やわ。こうちゃいますね。そこがちゃうんすね。それは俺も気づいてなかった。ほんで、はい、これは同じなんですけど、はい、ここ砂が噛みにくい、はい、そうですね、刃が覆われてるタイプのジッパーが使われてるのは一緒。それは一緒っすね。うん、アクアガードみたいな止水ジップではなくて、あ、そうですね、防塵ですね。防塵のジップが使われてる。はい、地味にポイント高いっすよねこういうの。あ、ポイント高いっすよ。ここのほんまにジップってこのごついジップを使ってるのもポイント高いんですけど、めっちゃ細い番手を使ってるメーカーとかもあったりで、おっと、〇のことはバカにしてはいけませんよ。おっと、まあトラブルの元になるんですねジッパーって。はい、だからこの横っちょの番手もそうやし、はい、ここの番手もそう、あとこのトップリッドですらもこの番手を使うからね。そうですね、そうですね、うん、トップリッドもこれですね。軽量化に振った番手、バックパックっていうのはジッパーの番手を落とすことによって重量削ろうっていう方向にすることが多いので、おいおいおい、その分こっちが重量かさむっていうその問題はやっぱついてくるんですけど、はい、メリットもあります。ドルフのブートキャンプ、このこれですね、横のこの締め付けの
あーそれは僕いいなってめっちゃ思います、うん、これがね、はい、やっぱいいんすよ。ごっつええ感じっすよね。ごっつええ感じでこっちにバックルがおるんですよ。うん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 、新しいのはこっちにバックルがおる。そう、ここがだからただのこっち側ってその缶やけど、こっちはその脱着式のバックルに変わってるっていうことで、これがな、でも正直な、はい、俺ちょっと爪甘いなと思ってて、はい、っていうのがこれってこの構造にするんやったら、はい、前回緩めたらこれ反対とここにこう通せたらいいと思うよ。ほんならここにでかいの止めれるやん。それできます？できない。ああ。だからちょっと爪甘い。これテラフレームとかやったらできんのよ。これもできますね、こうやって。こうやってできますね。でしょ？ここの脱着で、そのサイドの、付け外しがやりやすい、やりにくいっていう問題は進化はしたんやけど、その分こっちにでかいのを止めようとかっていうことが、ちょっとやりにくくはなってしまった。なるほど。これは、はい、よし悪しかな。俺、よし悪しっすね。いつ不便を感じたかっていうと、はい、藤原岳行った時にスコップ持って行ったじゃん。あれは。スコップの取り付けで、はい、最終的にどうしたかっていうと、はい、この辺にカラビナつけて、それをスコップとこううまいことして、上はこの、うん、これで止めたんやけど、あれがそのサイドストラップが左右連結したらもっとガチガチに止めれたかなって。ただまあここにそのでかいもんをつけへんのやったらあんまり関係ない、うん、むしろそのサイドを簡単に脱着できるっていう方がメリットが勝つんかなと思います。あとちょっと特筆しといた方がいいかなと思うのが、うん、はい、今ちょっとその話題に出てるこのバックル類、はい、ナショナルモールディングではないんですよ。はい、デュラフレックスっていうところのバックルに今のミステリーランチって変わってて、モールディング社の中のディフレックスやと思いますよ。ナショナルモールディングの中のディフレックスなの？はい、勉強不足でした。はい。うん、だからちょっとそこが残念かなと思ってたけど、ちょっと分かんないです。ちゃんと調べて字幕で出すようにします。はい、はい、このデュラフレックスっていうバックルの情報自体ではミリタリーで使われてるとか消防士さんの装備とかに使われてるとかで、うんうん、そもそも信頼性自体はあるんかなっていうので別にあんま気にしてなかったんですけど、そうなんやね。はい、うん、ジッパー全て YKK です。はい、重要っす。うん、はい、これはその私たちは使わないんですけど、ハイドレーションが、あ、ハイドレーションはちょっと、はい、どうぞ。本体とこのトップリッド自体が、外して、バックパックとして使えるような構造になってます。はい、バックパックというか何ていうんですか、デイパック、アタックザックみたいにこのトップリッドを外してそのまま使えるようになるんですけど、そのハイドレーションがこの本体トップリッドどっちにも対応してるんです。うんうん、なので、ハイドレーションを使う人にとってはすごいメリットになるポイントかなと思います。はい、グレーシャーで僕以前の動画で、うん、ハイドレーションポートないって言ってたんですけど、うん、あったんすよ。あれ本体の方にはハイドレーションのあれはないの？ないです。あるんや。はい、僕ちょっとあーと思って今ちょっと言いますね。ここにおるんですよ。これポートやったんですよ。あー、センター両出しじゃなくてサイドに1個ずつあるってこと？そうなんですよ、サイドに1個ずつあったんですよ。あーと思って。ここに、訂正してお詫び申し上げます。申し上げます。あ、そうなんや。あったんすよ。このトップリッドって昔からね、ミステリーランチこの2つに分かれた構造がエクスペディションでは使われてることが多くて、はい、今回これを僕初めてその使ったんですけど、これがめちゃめちゃ気に入ってんのよ。あ、めっちゃいいっすよこれ。めっちゃいいっす。めっちゃ使いやすいし、はい、ここも容量半端じゃないやんか。そうで、町の具合って何？ここの意味あるじゃないですか。うん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 。あ、やっぱり違うわ、構造が。違うんすよ。トルピードポケットと一緒や。そう。ここに、こことここに縫い目があるんですけど、ない。あ、ここ上はあるんけど、向こうはないんですわ。ほんまや、カッティングが変わってる。そうなんですよ。で、もうちょい台形になってるんですよ。これゾイドパックっぽい、あれちゃいますか？ほんまや。そうやわ。ゾイドパックみたいなパターンに変えたんや。変えたんすわ。多分そっちの方が立ち上がりがあるから、うんうんうん、いいんじゃないですか。なるほどね。よう気づきはったね。ここまでジッパーあるんすよ。
で、ここあんま入らないんですよ。はい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 、はい、こうなってるのも、あ、なるほどなるほど、橋まできっちり高さが確保できてるから、そう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 、ここにもあのライクラ入っとって、うんうんうん、押さえるところにここにジッパーがある構造なんで、はい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 、あんま入らないんですよ。お、ほんまや。でも入るでしょ、ゾイオバッグみたいになってる。ほんまや、すげえ違うわ。違いますわ。いや、面白いなー、ミステリーランチだから。あ、もう、あと、もう一個違うとこ見つけましょう。おおお、なに、これ、ここに、あ、ほんまや、こういう昔のバックルがあるけど今のないわ。ないんす、これ。ここにあのシュラフとか、うんうんうん、ここにバチンって止めれるんですよ。それがないっすわ。あー、ないっすよね。ないっす、ないっす。使わんもんなって。僕使ったことないんで、これ。いや、同じ形のテラプレーンがひたすら売られ続けてるのかと思いきや、地味に進化してるんすね。進化してるんすね。あと大きい違いも僕見つけてて、うん、ショルダーハーネス、うん、ここの合成、あ、それはね、もう全然違うんすよ。話します？どうぞしてください。あ、いいですか、うん。ここが昔のやつめっちゃ硬いんですよ。今のミリタリーラインとかはまだこのまんまみたいなんですけど、うんうん、もうめっちゃ柔らかいでしょ、ここ。あのシートフレーム入ってるんですけど、はい、昔のと比べたらめっちゃ柔らかいでしょ、うん、このこれが結構僕は気になりますね。ああ、とはもう当然ここが、うんうんうん、昔はもう昔のはそのウエストポーチになるタイプの、はい、あのトップリッドやけど、今のはここのハーネス引っこ抜いてこっちと合体させたらデイパックになるっていう感じやから、はい、まあこれは僕がこっち、うん、僕はこっちの方が好きなんですよ。あんまデイパックにするのも結構手間なのはそうなんですけど、この部分ですね、あのメインのトップローディングの部分の構造は多分同じやと思う。一緒っすね。この一番上の部分に締め付けのコードがあるのと、この本体の生地のこの部分にもある。で、この部分、こっちからこっちに対してテンションかけれるストラップもついています。それは僕もついてますね、うん、ただストラップの取り付け位置が一緒かどうかは気になりますね。あ、これ一緒っすね。うーん、でもう一つ細くなってますね。はい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 。で、あとここのも一緒やもんな。あの、そうですね、一緒ですね、ここは基本、うん、一緒な構造やな。だ、地味にアップデートはされてるけど、やっぱ基本的な、ほんまに微妙なとこですけど、うん、これの間隔がこっち狭いですよ、ちょっと広くなってるから。あ、比べないと分かんないところですけどね。うん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 、そうですね。 あとはもうあの、うん、昔はここにあのメモリがないんですよ。それな、あの今のね、はい、よいしょ、これどこに合わせたらその自分の背中と合ってるのかっていうメモリがついてるんですね、うん、だ、僕やったら 1,2,3,4,5,6 個目がちょうどこの縁に来るぐらいっていう感じで、デイパックにした時ここ抜くじゃん。あ、その再現性を高めるためにこのメモリが絶対いるねん。こっちやったら終わりますよ。そうそうそう、もう昔のな、はい、フューチュラヨークってもう絶対に変えたくないやん。変えたくない一回外したら、いや、もう絶対嫌、もう絶対そこマジックテープ外すん嫌ってなんねんけど、なります、なります。今のんってこれ合わせたらいいだけやから、はい、簡単につけたり外したりはできる気兼ねなく、ええ、うん。ゴルフのブートキャンプ、あ、破れてる。これどうしよっかな、修理せなあかんやん。どこどこどこ、なんでや、そんなとこ擦れたんかな、わかんない。シートフレーム出てますね。どうしよっかな、あ、テンションかかりすぎたんかな。シートフレーム出てますね、当たってるから。ここがもう破れてますわ、ここが。うーん、これだけっちゃこれだけなんですけど、ルールルルル、いやあ、直そう。これはでも自分で直そうかな。あー、どうしよっかな。いや、でも、はい、あの下手にファブリック
塗ってどうこうよりもエポキシで固めた方がいいかもやで、その感じやったら。そうですね、うん、破れてるやん。片方だけ？いや、こっちも結構きてますね。あ、ほんならもう構造上の問題やな。結構きてんな。ビリビリっていくことはないでしょうけど、うん、ルールルルル。こっちならないですかね。あ、嫁に相談しよう。あ、ならないですね。あ、ほんまや、テンションのかかり方が全然違うわ。うん、ここ尖ってるからシートフレーム。あー、破けたとしても破けた部分が表から見えへんよ、こっち。ルールルールあ、やっぱアップデートされてんねんな。アップデートされてんすね。あ、どうしよっかな。これあれちゃん、はい、次会った時に師匠テラプレーン持ってるパターンちゃん。いやー、どうしよっかなこれ。いやでもね、あ、一つ言いたいのは、はい、そのグレーシャー何年使ってんねんって話やわ。いや、もうちょっと、あ、そうやな、これ何年使ってんのかな。あのタグ見ようや。2015年って書いてますよ。7年やっぱ使ってるやん。7年使ってますね。7年使ってそのハーネスのところが擦れてちょっとピロってなってるぐらいいいじゃない。いやでも、いや俺やったらだいぶショック受けるのは知ってんねんけど。いやこれだって、いやもう限界なんかな。その師匠の山の特徴として、はい、山に行く頻度のあれがあるじゃん。頻度はやばい。頻度がすごいじゃん。すごい。だから普通の人の使う頻度ともう回数に比べたらもうめちゃくちゃ使った上での7年やから、俺はもうそれを責めてあげるなと思うけどな。いや、そうですね。ただその状態でこれから長期間どっか行くっていうのは正直不安はあると思う。いや、いや違うんですよ。もう、うん、サイは振られたんですよ。おうおう、サイは振られたというか、もう僕の中ではもう決定はあって、うんうん、首なんすよ。あ、そうなんすか。いやもうこれを見た瞬間に、うんうん、よく頑張ってくれたと思う。首。いや今日みたいなシチュエーションでよかった。うんうん、そうやね、はい、うんうん、教えてくれたと思いますわ、うんうん、一生懸命メンテナンスして、うんうん、大切にこき使ってきたんで、うんうん、見てくださいって。チェラプレーンのレビュー会のはずが、なんかえらい方向に話が進んでいってるけど。ということで次回、はい、師匠新しい大型ザックを買うの巻やな。ありがとう、よう頑張ってくれた。ありがとう。なんちょっと笑ってるんすか。いや、はっきり言うで、はい、ちょっとちゃうわ。いや本当に本当に頑張ってくれたんですよ。いやだって、はい、俺を何回見たか、このグレーシャーさんは。大型ザックで、はい、ミステリーランチってやっぱすげえっていう認識をしたのはこのグレーシャーがあったからやし、ええ、3D とかは使ってたけど、あー、どうしよっかな、テラプレーンなー。出演者2人ともテラプレーン背負ってるとかやばいチャンネルやけどな。マッチ、お前らどこ行くねんってなるよな。ちょっと帰って嫁に相談や。あと今回その収穫やったのは、はい、その同じ基本構造って言われてるグレーシャーとテラプレーンですけども、はい、作られてる年代によってやっぱパッと見は一緒やけど、はい、いろんな部分のアップデートが施されてるっていうことが分かって、なんかちょっとミステリーランチ好きになったわ俺、さらに。あー、うん、でもやめたんでしょうね、ここ。うん、ピリって行ったこと、うん、あー、はい。だからなんかもうそのしょうもない方向にばっかり行ってるやんけミステリーランチと思ってたけど、実際そうではなかったみたい。それはミステリーランチですか。あー、ちょっとこれどうしようかな。あれを考えちゃうんですよ。もう僕の頭の中ではクビになって、うんうん、メイドインボーズマンのテラプレーンって思っちゃうんですよ。10万しますけど。あっちな。それこそミステリーランチ東京行かなんか買われへんやろあれ。もう一回行きます。今ので終わったな。はい、もう一回行きます。ちゃーちゃーちゃー。